トレール王のコントロールトレール王の課題が描かれた地図トレールオリエンテーリングあるいはトレール王とは国際オリエンテーリング連盟が公式に推進しているオリエンテーリング4種目のうちの一つであり専用の地図と現地をどれほど正確に照らし合わせることができるかを競う個人競技であるフットやスキー、MTB という他のオリエンテーリング種目のように スタートからコントロールを経てフィニッシュまでの所要時間を競う競技ではなく、独自と現地の解釈の精度を競う競技であることから、障害者スポーツとしても受け入れられている。トレイル王は、林道、遊歩道の整備された森林や、公園のような屋外で行われる、投稿線や植生、水系などが描かれた地図を詳細に読み解く技術を、 設定された課題を現地で解くことで競うスポーツである。課題は、尾根や沢などの自然の地形あるいは人工物を利用して作成され、白とオレンジが組み合わされたオリエンテーリング用のフラッグが地表に設置される。課題ではそのフラッグのうち、地図にマークされた場所はどのフラッグに当てはまるかを答える。トレイルをのコースは複数の課題を含み、 競技中に移動できるルートは、車椅子が通行できる道のみであり、それぞれの課題は、道上から解く。このため、トレール王は、健常者と車椅子を使用するような、移動障害者とが、同じコースで競うことができるスポーツとなっている。大会では、一般的に、移動障害の有無によるクラスが分けられるほか、競技者のレベルによる、クラス分けがなされる。 1980年に障害者でもできるオリエンテーリングはないかという議論が始まり、車椅子オリエンテーリングなどの案が出る中でトレールオリエンテーリングが誕生した。初期の頃は障害者スポーツとしてその発展を見たが、現在では健常者も同一コースで競技するようになっており、健常者と障害者が互いに競い合えるスポーツであることが、 トレール王の大きな特徴といえる。1992年に国際オリエンテーリング連盟の公式な競技分類となった。1994年以降ヨーロッパ選手権が毎年開催されるようになった。最初のトレイルール王ワールドカップが1999年に開催され、その代わりとなる世界選手権が2004年から毎年開催されている。 2005年の世界選手権は愛知県で開催された。日本国内では2004年度より日本オリエンテーリング協会主催の全日本選手権大会が開催されている。プリオはプレシジョンオリエンテーリングの略であり、非刑事のコントロールといくつかのタイムコントロールから構成される競技形式である。競技者はスタートで地図を与えられる。その地図には コントロールの位置を呼び、スタートとフィニッシュが示されている。各コントロールには、オリエンテイリング用フラッグが1個から5個までの範囲で設置されていて、競技者は、地図とコントロール位置説明をもとに、どれが丸印の中心に当たるフラッグなのか、あるいはそのようなフラッグはないのかを回答する。競技者は、正当を導くために、 道場を移動しあらゆる角度から検討することが可能だが、車椅子を使用する競技者による移動の困難な小道や林の中へ入っていくことは禁じられる。各コントロールにはディシジョンポイントが設けられていて、設置されたフラッグはその DP から見て向かって左から A、B、C、D、E と指定される。競技者は主催者から与えられた。 コントロールカードに回答を記録する。正答には1点が与えられ、5答には得点は与えられない。上級クラスにおいては、タイムコントロールが設定される。TC では、ここまたは6個のフラッグが、コントロール群ごとに設置され、競技者は同じ場所から、複数のコントロールを一つずつ連続して回答する。また、プリオの TC では、 正解なしを正当とするコントロールは設定されない。それぞれのステーションにおいて、開始の合図から、最後のコントロールに回答するまでの所要時間が計測され、順位を決める際に、同点の競技者が複数いた場合、所要時間と後藤によるペナルティの合計が短い、競技者が上位になる。テンポは、タイムコントロールのみで構成される、競技形式である。 2000年代後半より、トレール王の新しい試みとして始まり、世界選手権では2011年より施行され、2013年から正式種目となった。最大の特徴は、すべてのコントロールが DC で構成されているために、スピード感が求められる点であり、トレール王でのスプリント競技とも呼ばれる。プリオにおける DC と異なり、正解なしを正当とするコントロールを、 設定可能で、五投によるペナルティは30秒である。リレーは、二人以上の競技者で構成される、チーム対抗の競技形式で、コースは、プリオ部とテンポ部から構成される。プリオ部は次の2パターンのコース設定方法がある。3人合わせて30コントロールが設定されている。競技者ごとに12コントロールが設定されている。 プリオとテンポのルールは個別競技のものと同様であるが、リレーならではのルールとして、競技時間はチームとして与えられ、時間配分はチームの戦略に委ねられる点がある。また、プリオ部外一のルールで行われると、第一、第二走者が回答するコントロールを選択する、自由度も生じるため、より戦略性が増す。世界選手権では、国別対抗戦として、 2015年まで3人分のプリオの成績を合算したものを採用していたが、2016年から3人、1チームのリレーに変更となった。トレイル王で用いる地図は、沸騰王と同様の地図図式にのっとって作成され、その縮尺は基本的に1、5000か1、4000である。一般に、沸騰用の地図に比べて、地形や植生、特徴物などの情報が、 より詳しく表現してある。ありがとうございます。